9mm 基管拳銃は長野県の企業であるミネベア社が製造し1999年に自衛隊が採用した9ト、mm、ル口径の短期間銃である。防衛省は略称を M9 後方向けの愛称を一般公募から選ばれた M9 としている。9mm 基管拳銃を装備した第一空挺団の幹部自衛官当初9ト、mm、ル拳銃の 方針用装備火機として、主に指揮官などの自衛用に開発され、配備が開始された。配備計画は、予定を変更し、第1空挺団、第12旅団、西部方面普通科連隊の指揮官への配備完了を、もって、陸上自衛隊による調達は終了しているが、航空自衛隊と海上自衛隊による調達は継続している。 配備計画には存在したが74式戦車、60式自走無反動砲などの乗員用の自衛器である 11.4mm 短期間銃は、結局のところ 9mm 機関拳銃には更新されず、そのまま使用され続け、更新用には折曲重傷式89式小銃が当てられることとなった。9mm 拳銃は前日の通り 9mm 機関、 拳銃にすべて更新されたわけではなく、9mm 機関、拳銃採用後も自衛用、近接戦闘用火器として使用されている。一部書籍などで、PKO 派遣に伴う、部隊装備火器の問題を回避するために開発が始まったとする記述があるものの、実際には、前述の通り 9mm 拳銃や 11.4mm 短期間銃を装備する、指揮官、 隊員の自衛下機の更新及び火力増強が主な目的であり、PKO に絡む問題は開発とは無関係である。9mm 期間拳銃を携行する隊員株レシーバーは前方へ張り出し、直立形状のフォアグリップが取り付けられ、内部に断層を収納するため太く握りがたい、グリップの保持を補助する。重傷は持たず、いては、 両手の力のみで銃を保持する必要がある。機関部の全長を短縮するため、イスラエルのミニウジ同様の L 型ボルトを採用し、オープンボルト方式の撃破機構、セミオート、フルオート射撃機能を有する。機関部は切削加工により製造されており、マズルブレーキはミニウジのように重心を直接開口したものではなく、重心多いと呼ばれる延長部にスリットを開けた形状で、 重厚の跳ね上がりの抑制よりもマズルフラッシュの軽減に重点を置いたものになっている。発射速度は毎分1200発程度と同クラスの他国のサブマシンガンと比較してやや高速となっているが発射速度を抑制する機構はなくまた上日の通り銃症を書くため方で反動を受け止めることができない。そのためこの銃を扱うだけの十分な体力、体格や技量がない場合 全自動時の保持射撃は困難である。セレクターの各ポジションには64式 7.62mm 小銃と同様に安全、単車、連射の頭文字である、あ、た、れと記され、当たれの意味が込められているとされる。陸上自衛隊での調達数は平成11年度70兆、12年度100兆、13年度13兆、14年度56兆。 15年度27兆となっており、平成16年度以降は調達されていない。調達価格は1兆につき、付属品を含め40万円程度と、同水準の重機であるミニュージーやイングラム M10 などと比べて、高価となっている。防衛省使用所で要求されている性能は、精度試験装置に固定し、単発射撃により、 射程50メートルで40センチメートル40センチメートルの標的に射撃した際に10発中7発以上命中するものとするとなっている。一方で部隊内での装備実験で用途や命中精度などに不具合があるとの意見も出された。複数の書籍において小型の短期艦銃の持つ特性の一面である目標を正確に狙うというよりも 至近距離で弾をばらまいて敵を制圧するのに向いているといった評論がなされている。1999年から自衛隊が正式採用。第1空挺団用、第12旅団と西部方面普通科連隊の幹部自衛官などの自衛用火器、海上自衛隊の護衛艦と潜水艦の搭載火器、航空自衛隊の基地警備隊用火器として配備されている。 陸上自衛隊向けの生産はすでに終了しているが、海上、航空自衛隊向けの生産は現在も継続して行われている。携帯する場合は、スリングを使って肩から下げるか、専用の収納袋ケースに収納する。専用の予備段入れなどは確認されていないが、収納ケースに玉収め部がある。ありがとうございます。